ジオ、今日もスタートしていきます。おはようございます。おはようございます。今日も来てくださってありがとうございます。そう、携帯に向かって喋る皆さんおはようございます。はじめまして、2番目の妹です。治療、すごいだよねということで、今日も50名を超える皆さんに参加いただきました。そして妹も初参加で参加させていただきました。緊張した？緊張した。おお、でもすごい上手に喋ってた。本当、何喋ったか覚えてない続いて通常放送の収録をしていきます。おはようございます。ポジティブマインドの作り方ラジオの春菜です。この番組は IT 企業役員兼7時です。収録完了しましたということで、ちょっとこれから急いで準備をしてまいります。よし、今日はこちらのいつものジュエッテのネックレスとジュエッテのピアスのここのやつを取ってゴールドのでいこうと思います。そしてシルバーのチェーンベルトでということで、今日も準備できました。今日はグリーンレーベルリラクシングのペプラムトップス、今日あったかそうなのでこれ1枚で、で下はいつものユナイテッドアローズの白パンツです。パンプスはロックポートのパンプスです。ということで、本日は午前中は会社で仕事して、夕方は、お客様との打ち合わせで外出して、で夜は営業部門全体でのキックオフの飲み会になっているので楽しんでいきたいと思います。ということで行ってきます。おはようございます。お願いします。え、
ない。ではお疲れ様。お疲れ様でした。また明日、気をつけて。とりあえずお風呂入って1時までには寝たいと思っています。このまま寝てしまいそう。ブレイク。風呂入り眠くなる。はい、よいしょ。なんとか寝落ちせずにお風呂しっかり入って髪も乾かした。今日も R1 もう1時です。ということで明日も早いので寝ます。おやすみなさーい。寒い。おはようございます。突然寒くなった。じゃあ体温も低い 36.3 度。おはようございます。ちひろさん、おはようございます。昨日はなかなか寝れません。だいぶ薬が効いて良くなりましたので準備します。はい、完全復活して準備完了しました。今日は中はブルーのトップス、これザラで買いました今年で。下はアローズのパンツ、昨日履いてたやつの色違いです。でパンプスはマッキントッシュのいつものヒールがお気に入りの柄のものです。でジャケットはこちらも新しくセオリーで今年買ったダブルボタンのジャケットです。何でも合わせられるしオンオフどっちも使えて便利です。ということで本日は割と一日中外出、午前だけ会社行くんですけど外出して、で夕方からまた東京に移動します。今日も頑張っていきましょう。私もちょっと無理しないように、あの体を温めていきたいと思います。おはようございます。
わたわた続いて3時からの打ち合わせなんですけど、もう時間がギリギリ、行ってきます。品川に到着いたしました。ただいま帰宅いたしました。今日もやりきった。よし。ということで、ちょっとこれからいろいろ作業をしてお風呂に入って今日も早めに寝まーす。よいしょ。ちょっとほんと今週が山場っていう感じなので、まだまだバタバタしますが、ゆっくり体を温めます。オフ会で皆さんからいただいた中にたくさん入浴剤いただいているので、今日はここから一つ選んでバスソルトをお風呂に入れてゆっくり浸かろうと思います。ありがとうございます。ポーラのスキンケアもプレゼントでいただいたり、ボディスクラブもいただいたりしたので、このあたりも早速使わせていただいてます。こちらのバスソルトにしました。あ、いい匂い。はい、お風呂上がりました。お風呂上がりもちょっと皆さんからいただいたアイテムを、このヘアドライターバン、じゃーん、あとこれらもいただきました。このヘアミルクを早速使おうと思うのと、こちらのマスクもいただいたので早速使ってみます。こうして、こうして、あ、こうだ。おお、乾きそう。わ、めっちゃ肉厚。いい香り。飲んで寝まーす。いや、ちょっと朝お腹痛くて大変だったけど、なんとか一日乗り切りました。ということで、明日も頑張りましょう。おやすみなさーい。じゃーん、おはようございます。現在朝の6時前なんですけど、今日も朝活ラジオの前にオフ会でいただいたお紅茶を入れます。おはようございます。おはようございます。今日も来てくださってありがとうございます。大変なことが起きました。今化粧しようと思ったら、なんと今回大阪に化粧ポーチを忘れてきてしまいました。やばい
なんてこと、1年以上こんなことはなかったのに。どうしよう、何があるんだ逆に。リップとパウダー、急いでコンビニで調達してこよう。お急ぎで買ってきました。なんかコンビニにあったロム&のクッションファンデとアイシャドウとアイブロウだけ。もうあとはリップとアイライナーとパウダーはあるので、これでなんとかなりそう。よし、準備していきます。なんとか準備できました。はい、はい、今日はこちらアーカーのネックレスとスワロフスキーのループピアス、ネーゼフループバンド、こちらでいきたいと思います。あ、ちなみにお洋服は上がユニクロのリブハイネックの白で、どこだっけ、これハレのワイドパンツ、これに昨日と同じジャケットを羽織っていこうと思います。それでは今7時半ですね、もう出発します。行ってきます。今日は一日外出です。はい、それでは本日は、自分の思い込みに気づいた話ということで、今日も行ってまいります。ジャケットで参ります。ただいま帰りました。はい、いろいろやらなきゃいけないこともあるので進めていきたいと思います。頑張るぞ。ちょっと食事シーン撮るの忘れてました。豚汁と納豆巻きを駆け込めました。では10時からもう1件だけ打ち合わせに出て頑張ります。まだ水曜日というのが信じられない今週濃さです。はい、ということで、よし、とりあえずお風呂入れよう。おはようございます。今日はいつも通り5時半に起きて朝活ラジオして、その後ちょっと眠たすぎて寝てしまいました。2度ねちーん、まあちょっと寝てしまいましたというか、もう2度寝するって決めて2度寝しました。なので今8時くらいなんですけど、ちょっと急いで準備して仕事スタートしていきたいと思います。おはようございます。10時になりましたのでこれ始めます。おはようございます。おはようございます。以上です。外出するので準備していきます。
久しぶりに大阪のお家に帰ってきました。あと15分で対談が始まるのでギリギリ間に合った、よかったって感じです。ということで、これからカオルさんとの対談、精一杯目一杯楽しみたいと思います。カオルさんの資質がめっちゃ変わってて面白いんですよそう、これからの高村カオルさんとの対談なんですけど、はい、高村カオルさんを丸裸にする会ということで楽しんでいきたいと思います。はい、こちらでこれから配信スタートします。こんばんは。対談は初めまして初めましてちゃう、初めまして、ふぅイエーイ、めっちゃ楽しみに。終わりました。めっちゃ面白かっためっちゃ面白かったです。ぜひ気になる方は、高村かおるさんの放送を聞いてみてください。じゃん、こちらもオフ会でいただいたプレゼント、名前入りのビュリーの串、嬉しい、ありがとうございます。準備できました。ちょっと今日今7時半なんですけども、急いで家を出て、これから午前中に2件訪問で、午後事例の取材でお客様先訪問して、夕方帰ってまた外出みたいな、結構行ったり来たりの一日になりそうなので、頑張ってまいります。行ってきます。戻りました。
はい、ということで今日はこれでお仕事終了にして、絶対行こうと思ってたサウナへ今日も行ってまいります。今週初サウナや、バッチリ1週間の疲れを整えてこようと思います。はい、ちょっとお腹が減りすぎたので、コンビニで買った担々スープを食べます。今週はですね、本当に仕事でなかなかバタバタして、ちょっとあんまりウォーキングもできなかったし、ヨガとかも行けなかったんですけど、まあでも、なんとか睡眠時間確保しながら毎日ちゃんとお風呂も入って、しかも禁酒も9月の後半から続けておりまして、とっても有意義に時間を使えた1週間だったなと思います。はい、ということで、あとね、ボイシーの対談もしたし、よく頑張った1週間でした。まだ実は明日明後日も研修でございまして、ゆっくりもしてられないので、ささっとお腹を満たして寝ようと思います。ということで、1週間 Vlog 今回も最後まで見てくださってありがとうございました。明日からもね、無理せずゆるっと頑張っていきましょう。それではおやすみなさーい。